おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日のテーマはこちら、すぐに使える雑学10選。生物学、カマキリのメスは交尾後に時々オスを食べることが知られていますが、これは実は野生では稀で、主に研究室の条件下で観察される行動です。歴史、古代エジプトのファラオ、ツタンカーメンの墓は1922年に発見されましたが、これは実は他の墓に比べて比較的小さく、装飾も控えめでした。彼の有名さは、墓がほぼ手つかずの状態で発見されたことに由来します。宇宙科学、地球から最も近い恒星系はアルファケンタウリ系で約 4.37 光年離れています。この恒星系には少なくとも3つの恒星が含まれています。音楽、モーツァルトは彼の有名な作品を多く記憶から作曲しており、完全な楽譜を書き下ろす前に音楽を頭の中で完成させていました。料理、日本の寿司はもともと慣れ寿司と呼ばれる発酵食品として始まりました。この方法では魚を米と塩で発酵させて保存し、食べる時には米を捨てて魚だけを食べていました。数学、ゼロは自然数に含まれないことが多いですが、数学の分野によってはゼロを自然数に含めることもあります。スポーツ、オリンピックのマラソン距離が 42.195km であるのは1908年ロンドンオリンピックで、スタート地点をウィンザー城から設定し、ゴールを王室の観覧席の前に設けたためです。映画、カラー映画が登場する前、映画は手作業で色をつけることがあり、特定のシーンに色を加えることで特別な効果を出していました。言語学、世界には約7000の言語が存在しているとされていますが、その多くが次の世代に引き継がれない危機に瀕しています。科学技術、1960年代初頭、アメリカ海軍はプロジェクトアズリアンと呼ばれる極秘作戦を実行し、沈没したソビエトの潜水艦を海底から回収しようとしましたが、部分的な成功に終わりました。最後までご視聴ありがとうございました。これらのお話は全て諸説ありです。事実を確約するものではありません。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。